本日公式のオープン時間が9時半なんですけれど、8時の段階でもうすでに開いております。はい、皆さんおばんです。岡野ザキです。スキアフチャンネルのブロックということで、今回は親愛なる隣人に愛を込めてスパイダーマンザライド最終日ライド。はい、というわけで本日は2024年の1月22日でございます。本日1月22日がですね、 USJ にありますスパイダーマンのアトラクションスパイダーマンザライド運行最終日となります。悲しい。今までのたくさんの感謝を込めて最終日ライド楽しんでこようかと思います。それでは早速行ってきます。ノブロク、はい、到着しました。今までね、あと何日ってのが出てたんですけれど、0日になってます。あ、はい、こちらもうすでに結構並んでますね。朝一のスタンバイ時間で70分待ちで、シングルが85分待ちになってます。周りの写真とかは後でゆっくり撮るとして、とりあえず列に並ぼうかと思います。まあ、いつもであればあのシングルライダー乗ると思うんですけれど、本日はシングルではなく通常の列の方でまずは並びたいと思います。やっぱね、通常の列とシングルの列だと、そのスタンバイ列のところのあの途中で見られるのが違うから、通常列そしてシングルライダーの列、どちらもねスタンバイ列並んで僕自身のラストライドを迎えようかなと思っております。わー、ちょっと待って、もうこの景色見られるのも今日が最後なんだよ。マジで言ってんの？わー、この景色も最後なの？今までありがとう、本当に。運行終了が決まった後に乗りに来た時に、至る所を写真撮りに来たんですけれど、その時通れなかった急ラインのところも回るから、最終日にここの旧ライン通れるの嬉しいんだけど。ミステリオや。やばい、もうどこ見ても今日が最後だからさ、なんかもう忙しい。この一歩一歩を噛み締めていきたい所存。本当に2004年の1月23日にこちら運行始まりまして、そこからね、もうたくさんのゲストさんをね、最高なね世界にね連れて行ってくれたこちらのスパイダーマンザライド、この運行終了が決まったタイミングで、本当に終わんのって思ったんです。なんですけれど、どうやらそれは本当らしいです。すごい、まだ全然実感ないんですけれど、ベノム、イエーオクトパス、ずっとこの人のことだと思ったよ。ずっとドクターオクトパスのことだと思ってた俺たちは。あー、これも全部見たい。すべての事件は、そして世界で初めて次世代型取材車両を開発したシーン。いやでもあのマジであれね、 USJ 系の YouTuber さんとかはさ、ここがこういう歴史があってみたいなさ、ここがこういうところがあってみたいなさことさ言うと思うんですけど、僕はただ本当にただの1 USJ ファン、スパイダーマンのファンとして、今日はあのただただ全力で楽しみに来ただけなので、はしゃぎながらも切なく、でもやっぱり全力で楽しむ、そんなぼっち男子ぼっちオタクをあのご覧いただくという動画になりますので、あの過度な期待はしないでください。本当に終わんの？ねえ、こことかも、うわ、ゆっくりゆっくりゆっくり見たい、ゆっくり見たい。あー、こういうところ、うわ、こういう細かいところまで全部見ていきたい。はい、こんな感じで、うわー、最高だ。もう一つ一つにマジでありがとうって伝えたい。本当にこの今までこのさ、スパイダーマンザライドをさ彩ってきた人たちなわけ、うん。いやでも本当に良かった。すごいさ、混んじゃう前にゆっくりここら辺も一つ一つ写真撮ったわけね。いやー、その時に写真撮っておいてよかった。やっぱり立ち止まらずにお進みくださいっていう感じだから、もうあの心休まる時間もない。はい、ここら辺の
ほら、あーもうここにたどり着いちゃった。やばい、画面いっぱい、画面いっぱいオクトパス。はい、ということでグラス受け取りました。もうこんな感じでさ、友達とかとさ、こうやってさ、イエーイってみんなでさ、こういう風につけて、まあそんなとこもないですけど、はい、もうこういう風な感じでさ、記念撮影とかもさ、いい思い出ですよね。やばい、もう目の前なんだけど。うわー、やばい、最後だよ、この景色も最後だ。それでは一旦ラストライド行ってきます。ノブロクということで乗ってきました。とりあえずシングルの方また並びます。9時になって110分と、こちら90分になりました。最終日1回目乗ってきました。もう本当になんか最初始まった瞬間に、この景色見られるの今日までっていうことを思っただけで、ちょっともう換気は状態だったんですけれど、その後はもうあっという間、もういつも通り最高な時間でした。もう本当に最高だった。もう皆様のご理解とご協力をお願いいたします。あっという間にここまで来ちゃいました。指示があったら13人1番の人が悔しいと。もう何回も見たさ、景色というか、何回も見たストーリーというか、何回も乗ってるんですけど、でもやっぱ毎回楽しいってさ、すごくね、普通に。いや、オクトパスって言ったよねとかさ、ハイドロマンにさ、水かけられた後にさ、爆弾でさ、火出てさ、温まるみたいな、もうその一つ一つもう覚えてるんだけど、でも楽しいってすごいよね、冷静に。このさ、終わりが来るってさ、ほんとどうしたってさ、なんだろう、後悔とかさ、もっと乗っておけばよかったとかさ、残るじゃないですか。でもその時できた自分の最大限の向き合い方、それが多分ベストなんだと思うし、押すことってさ、やっぱり人と比べることじゃなくてさ、いかに自分がさ最高な時間を過ごすかってことだと思うんですね。僕自身も最高だったって思える終わらせ方を今日はしたいなっていう風に思ってやってきました。クルーの皆さんにも本当に本当に感謝したいし、多分僕たち以上にお別れっていうものがさ悲しいと思うのにさ、笑顔で迎え入れてくれる、笑顔で送り出してくれるクルーさんたちに本当に感謝ですよね。本当に。そうだ、分かったな。このままじゃ事態は終わるのに、僕は街を聞くじゃなくて現場で写真を撮ってます。寒さと上で写真を撮るやつが一人もおらん。ノブロク。はい、今が残り1時間と45分。はい、おそらくちょうど19時に、今日のパーク終了の19時にゼロになるのかなと思われます。はい、というわけでスパイダーマンザライド最終日いかがでしたでしょうか。まあもういかがでしたでしょうかっていうほどね、別にね、そのなんかお届けできたわけじゃなく、もうただ単に一 USJ ファンとしてこの最終日のスパイダーマンザライドを全力で楽しむことができました。もう本当に最高でした。ありがとうございました。本当に今までお疲れ様。もうね、最後さ、君たちは本当によくやったみたいなさ、ピーターが言うじゃないですか。でも一番よくやったのは君だよ、ピーター・パーカー。いや、スパイダーマン、君が一番よく頑張ったよ、よくやったよ。もうこの20年間でもう本当にたくさんの、もう数えきれないほどのゲストさんが素敵な時間、素敵な感動、素敵なアメージングをね、スパイダーマンザライドからいただいて、なくなってしまうけれど、でもいつまでも僕たちの心の中には残り続けるんだろうなというふうに思いました。もうなんか綺麗な感じで締めようかと思ってるけど、全然心の中はもうまとまりきってないよ。もう全然ね、まだまだ本当になくなってしまうのっていう気持ちなんですけれど、いや本当にもうありがとね。スパイダーマンザライドからもらったたくさんの素敵な時間、感動、アメージングをね、これからも胸に USJ を愛していこうかなと思います。
ということで、この動画がちょっとでも面白かったなと思っていただきましたら、チャンネル登録の方何卒よろしくお願いいたします。てなことで今回はこの辺で、ではでは。ヌピたちに会いたくて来ちゃった。今日も可愛い、ありがとう。このね、何も着てない状態になってから初めて会うから、やっぱり可愛いね。やっぱありのままの君が一番可愛い。うん、ありがとう。あ、2人。おやつで釣られて。あ、可愛い。無事連れてけた。ごめん、ちょっとさっきね来られなかったんだけど来ちゃった。ありがとうね、もうねよ、ありがとう、はいチーズ、ありがとう、ありがとう、またね、また夜も楽しみにしてるね、またね、バイバイ、嬉しい、こんばんは。あ、こんばんは。イエーイ。わー、最高。イエーイ、パチン。チャーリーのこのいつもの服で会えるの久しぶりだから、すっごい嬉しい。すごい可愛い。うん、そう。で、寒くない？大丈夫？半袖。ちょっと寒いかな。うん。待ってね。ね、なんだろう、あ、すごい、首しまっちゃう。ゆっくり。また春にね、会えるの楽しみにしてるから、それまで元気でいてね。うん、あ、すごい。ルーシー、こんばんは。あ、こんばんは。イエーイ。こんばんは、イエーイ。そう、悲しかったんだけど、でもね、みんなと会えたからすごいね、気持ちがね、ありがとう、ありがとう。ありがとうね。いつもありがとう、もスヌーピーのおかげでいつも元気で生きられます。ありがとう。あ、イエイ。またイースターとかで素敵な姿見られるかな。いや、踊りね、また春に会えるの楽しみにしてるから、それまで元気でいてね。えい。